はい、どうも、鬼丸です。大晦日限定超重心祭、超はつかんのか、大晦日限定重心祭やっていきたいと思います。これもう10連で星6&進化が神かずみのやつが絶対1体当たるんよな。やってみよう。これ使うと28個になるんか、オーブが。まあやるか、やるぞ。誰が来てほしいかな。ダッキーが来てほしいな。さあ確定。さあ来い来い。ルシファーは来んけど、ダッキー来い。ダッキー、おお、金の玉ばっか。お、いきなり、いきなり誰これ。絶対弱い。ハリーポッターみたいな。お、また来た。誰これ。あ、でもなんか星5っぽい。わわわわわわ、え、何これ。なんかアラジン系の。おお、よう止まるな今回。あれ、こいつもなんかでも弱そう。おお、よしよしよし、ダッキ来い、ダッキ。おお、シンドバット、シンドバット、まあまあいいじゃん。だからこれが神かか進化済みのやつか。あー、まあいっか。え、終わった。ちょっと結果見てみようか。取得順ん、取得順なんか並びがおかしいけど、あ、選抜でやっとった、すべて。まあこの辺はいいとして、これシンドバットよな。うん、スピードアップ、おお、いいじゃんいいじゃん。でこれは絶対星4、うん、ボルタ、うん、これも星4だろう。ワールド、ワールド、あ、ワールド来た。あ、すごい、重心化できるやつじゃん。あ、やったやった、これラッキーラッキー。でこれはジン、あ、弱いでこれドワーフ、ノームだった。でこれも星5か、ヘラクレス、ヘラクレスな、進化は持っとんよな、進化させたやつは。じゃあ次神化させようか。でこれは弱いな。でこれ何、シンデレラ、シンデレラ来た、やった。え、ちょっと今回すごくない。あ、これは違うわ。だから今回星5が、星5以上が1体、2体、3体、4体、4体星5以上が出た。すごいな今回。はい、というわけで、まあなんだっけ、大晦日限定重心祭のガチャでした。いや、よかった、いい結果でした。これはいい感じで年越しそうだわ。それでは皆さん、良いお年を。ではでは。